はい、こんにちは。最近会った人に、なんか、大きくなったね。って言われる漁師、ハモユーです。で、今回はですね、30万の新品の網を買ったので、本当は秋に使うやつなんですけど、まあ、試運転がてらですね、春なんでハリイカを狙って網を仕掛けてみたいと思います。それじゃあ行ってきます。はい、それでは港にやってきましたので、船に乗り込んで、網の準備をしていきたいと思います。こちら買いました。30万円の網の一端分です。まあ、作っていただいて30万円ですので、自分で作ればもっと安いですね。じゃあまず、沈糸コードといって、重りの部分をダブルのカエル股で結んでいきます。アバコード、なんていうのかな。まあ、浮きコードの方も同じようにくくって、くくれたら網をこっちの小山さんに食っていくと。で、また同じようにほどいてくくっては同じように食っていくという繰り返しでございます。本当は秋にハギとか取るように買ったんですが、これらをね、やっていってみたいと思います。まあ、網ならしといったところでしょうか。それではエンジンをかけて沖に向かってポイントへ向かっていきましょう。ここで GoPro を加える必要はあるのかい？あるんですよ。それではポイントに到着したら、今日は旗ですね。旗を海に入れて、網を海の中に入れていくんですが、新品の網は大変かかりやすい。ここでも網ならしという意味では大変必要なことなのではないでしょうか。海をどんどん網に入れていきます。何を言ってるのかさっぱりわかりませんで、旗が入れれたら、お家の方に帰りましょう。明日が楽しみでございます。全然旗立ってねえな。はい、おはようございます。果たして魚はかかっているのでしょうか。行ってみたいと思います。じゃあ、では港の方にやってきました。長靴を選んでいきましょう。もちろんですね、もうめっちゃ暖かくなってきたので、こちらのボテがましい長靴には長い間冬眠、夏眠していただきましょう。で、ライフジャケットとカッパを履いて準備は OK ですね。船の方に向かっていきたいと思います。カバンを背負って、飛騨牛乳というわけで、飛騨牛乳というのは地元の牛乳屋さんですね。それでは船に乗り込み、ポイントへ向かっていきます。ポイントに到着したら、昨日の旗を上げていきます。昨日と違ってしっかりと立派に立っておりますね。それをゲットして網を巻いていきます。さあ、果たして魚はかかっているのでしょうか。これ毎回使うフレーズですね。こうやってね、しばらく網を食っていると、1匹目やってきました。赤ゲタですね。僕が食いしん坊さんでよく頼むやつ、美味しいやつです。赤い下ビラメだから赤下ビラメとも言います。それが正式名称ですね。で、こちら馬面ハギと鬼おこぜの僕大好きセットといったとこです。ハッピーセットですね。で、鬼おこぜは危ないので外して、池間の中に入れて酸素をつけたので、酸素を回していきます。するとエアストーンからですね、こう酸素がブクブク、空気がブクブクと出て、あの魚が酸欠するのを防ぎます。で、僕一人で食ってる時はいつもこんな感じで、あの船を操船しながら網を巻いていきます。で、タイが来たり、イカが来たり。で、イカといえばですね、はい、こちら、すごい墨を吐くということで、カメラマンさんに盛大に墨を吐いてくれました。ありがとうございます。イカ下イカですね。イカも外しておいて、池間の中に入れておきます。墨を吐くなよと思ったんですが、墨を吐いてしまいました。こちらの池間はですね、箱に作ったやつなので、一度墨を吐かれると、それをね、あの綺麗にするのが結構時間かかって大変なんですよ。で、これ春に美味しいマカレーですね。で、これが大きなマゴチ、巨大マゴチがやってきました。刺身にすると美味しいんじゃないかなと思います。で、その後食って、またカレーが来たり、まあカレーはパラパラ来てました。で、僕も GoPro をね、加えながら一生懸命網を巻いていきます。で、なんか大きいのが来たと思ったら、こちら赤エイですね。赤エイは全然お金にもならないし、外すのもすっごい時間かかる。すごい仕事にとってはまあ困る存在なので、駆除させていただきたいなと思います。で、また赤エイが来てね、あったかくなってきて赤エイが増えてくるのがもう本当恐怖です。まあ、悲観ばかりすることでもなくて、こういうタコさんとかも来たりね、お金になるやつも来たりして、まあ、タコさんはいいなと思いましたで、ボラとかもね、ボカンボカンってやっては来てくれたんですけど、 春のボラはね、めちゃくちゃ痩せてて、あの安いです。ただサムネにはいいかなっていう感じで、にっこりでした。というわけで、網もくり終わりまして、終わりの旗を上げていきます。というわけで、これだけのお魚が取れました。じゃあ急いで外します、これ。
はい、お家に帰って、お魚さんたちを外していきました。取れたやつを見ていきましょう。まずこちら赤エイですね。でこれがナマコ、うん、全体像でボラで、ボラは痩せてるので逃がします。もうね、投げた瞬間ピューとね、どっか行っちゃいました。これマダコです。立派ですね。でこれがハリイカ、足は一本ちょっと切れてますけど可愛いですね。でマダイで、これが赤下ビラメ、赤ゲタです。で巨大マゴチ、いいコチですね。でこれがですね、平らなもん3種。まずマカレー、アマテガレーっていうのかな。でこれがメイタガレー、メダカが出てるのが特徴。そして春に痩せてしまったヒラメです。ヒラメは逃がしていきます。また大きくなって帰ってきてくれたらいいです。でこちらウマヅラハギで、カサゴで、オキソメバル、クロメバルで、ガシラじゃないわ、なんだ、鬼おこぜで、今のやつで、まあ、生きたやつを生かしていきます。で死んでしまってるやつは氷水につけて置いておきます。でいつもみんな大好き水中映像ですが、まあね、船のヘリが高くなってめちゃくちゃ取りにくいです。上から見るとこんな感じ。金額的にもまあいいやつが取れたんで、そこそこにはなるんじゃないでしょうか。それじゃあ帰ります。はい、じゃああれからね2日経ちました。で時間なかったんで、沖でカレーを調理して食べたいと思います。で今日松岡さんとね、サラ漁に来てて、お願いします。お願いします。今が旬のカレーをね、煮付けと刺身、はい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 、ご飯、これでいただきたいと思います、はい、それじゃあ行っていきましょう。せーの、レッツゴー。はい、じゃあまず米をね炊いていきます。こちら、米炊き道具を持ってきたので、まずこれですね。これを海水を汲み上げて、で海水で米を洗います。こうすることで甘くなります。これで OK。 よし、で真水で洗って、で米加えます。1合ですね。そしたら水を200、多分これで200ですね。でこれをセットして、ちょっとね20分ぐらいこれで置いておきます。はい、じゃあ次はカレーですね。カレーはこちらの池まで生かしておりますので、開けて見ていきましょう。よいしょ。で今回はカレー2つ。おー、息がいいな。よし、これをそれじゃあ閉めて、尻尾もで、もう1匹も閉めます。そしたらですね、海水でしっかり流水血抜きをしていきます。流水を作って血の流れを止めないように。よし、じゃあこれで OK。 じゃあこちらの嫁のお父さん、僕の義理のお父さんにですね、いただいたまな板、これ船用にいたしましたので、これでやっていきたいと思います。じゃあまな板をセットして、よいしょ。まず小さい方ですね、煮付け用に鱗を取っていきます。やっぱね、締めたてだと身が柔らかいんで鱗がちょっと取りにくいんですけど、丁寧に取っていきます。でこの今が旬のマカレーはね、もうザカレーです。で4月ぐらいが一番うまい。アマテガレーっていうのかな、松岡さん。うんうん、アマテガレーっていうね、もうカレーザカレーです。でカレーザカレーみたいな、カレーザカレーザカレーみたいな。でこれで鱗が取れたら、このエラのとこからお腹を開けます。よいしょ。でこうやってね、内臓を取り出します。よいしょ。でこのエラなんですけど、エラね、少々ついとってももう何もわからないんで、手間が少ない方がやっぱいいと思うので、今回エラ付きでいきます。いつもだけどね。よし、はい、これで煮付け前は完成。で米も炊いておきます。で米も横に置いて、で次こちら、これに着火、オーバーキルで、こちらセットして、でこれはこのまま待ちます。はい、じゃあ松岡さんに交代してカレーを刺身にしていただきます、はいはい、僕この平べったい魚嫌なんですけどねあんませんもんな、ヒラメとか。せんやん、うん、ね、嫌なんですけど。じゃあいきます、はい、もういいですか、ここで。あ、はい、いきます。
綺麗ね。綺麗な身ですね。もう落としますよ。うん。おお、息がいい。じゃあひっくり返して。はい。丁寧に。大丈夫かな。はい。わあ、見事な肝ですね。はい、オッケーです。はい、ありがとうございます。はい、頭。はい、頭が取れました。じゃあ嫌なんですけど、いきます。はい。五枚おろしですか。はい。はい、お願いします。でしょ。いくよもう。はい。はい、まず背骨の上を一刀両断。いきましたね。横にスライドさせていきます。ヒラメと同じ要領で。すごい。わ、綺麗な身やね。身がね、ピリピリしとる。生きとる身が。うん、それ締めたてやから。うわ、お上手、抜群じゃないですか。はい、はい、OK です。切り身が取れました。めっちゃ美しい身です。めっちゃ綺麗な。うん、めっちゃ綺麗な。あ、サバ君もお上手です。いや、そんなことないです。で、逆も同じようにさばいていきます。めっちゃ滑る。すごいね。うん、こういきましょうか。はい、はい、で最後のも取って、はい、上身が取れました。で、下身を置かずに持って帰りましょう。はい。で、倉庫をさばいてる間に、めちゃくちゃね、うまそうな感じに炊けてますね、カレーが。カタカタいってます。で、ちょっと網やる時間は迫ってきてるんですが、皮引きと刺身までお願いします。やっぱ新鮮なのは、強い、ね、すごいね。皮が取れました。お見事、綺麗です。で、下っ腹はお腹取って。はい、はい、OK。 じゃあ落とします。癒着がすごいね。すごい、まるで政治家と何かみたい。動画が消されちゃう。はい、OK、皮が取れました。下っ腹も綺麗ですね。はい、で刺身用にも切っていきます。ちょっと縁側ちぎるで。うん、縁側もあるんや、これ。わ、カレーの縁側は珍しい。美味しそう。はい、じゃあもう切っていきます。はい、もう男らしくドサドサドサと。はい、多分硬いかな、あんまり扱ったら。うん、そうやね、生きやからね。いいよね。うん、いい、それがいいね。はい、はい、OK です。はい、どうも。はい、じゃあ男らしい刺身ができました。で、こちらカレーの煮付けも美味しそうにできました。じゃあ網やる時間が迫ってるので、はい、網やってからいただきましょう。はい、行きましょう。いや、なんかね、見よったらサーラが泳いだり、脇もんが湧いてバシャーっとね、追っかけようんですよ。これは期待できますよ。バシャバシャ言ってる。すごいかも。はい、時間もね、だんだんと迫ってきました。じゃあ松岡さん、そろそろやりますか。はい、あ、行きますか。やりましょう。はい、はい、じゃあ網がやり終わりましたんで、はい、ご飯を食べていきましょう。松岡さん、はい、カレーです。はい、はい、じゃあ米もついていきましょう。よいしょ。こちらパカリと、うまそうに炊けてるな。適当な水量やのに、いつも大体でいい感じよね。うん。船はね、海水で完全殺菌されとるから。それじゃあ刺身を小通りで、米で、こちら、煮付けですね。カレーの煮付け美味しそうです。そして最後はもちろんノンアルコール、今日の飯は撮影も兼ねて、カレーの煮付けとお刺身、ご飯、ノンアルコールビールです。はい、それではいただきます。いただきます。サラは今日、はい、それじゃあ乾杯。乾杯。乾杯です。あー、うまっ。ノンアルコール、うまい。キンキン、めちゃくちゃうまい。うん、じゃあ松岡さん、醤油をかけてください。はい、もう豪快に。うん、豪快に。はい、わ、おいしそう。はい、OK。 OK。 じゃあお刺身いただきます。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいね。美味しい。まあ、しっかりしとるやん、生き生きやから、うん、っていうのと甘みもすごい。あ、取れたてで。取れたてで、これ置いたらもっと美味しいちゃうかっていうぐらい甘い。あ、じゃあ僕の場合はね、この綺麗な肝とこれをね、ご飯にも乗せて、これでいただきます。めちゃくちゃ肝うまいよ。肝美味しい。うん、うん、身がもちろんうまいのは当たり前なんですけど、
っげーしっかりしとってめちゃくちゃ美味しい。甘みもいいね。ね、うん。じゃあ次カレイの煮付けですね。身を取っていただきます。じゃあいただきます。それ言ってた。うん、うん、しっかりしとるね、うん、しこしこしとるね。しこしこしとる、うん、美味しいやん。美味しい。やっぱカレーやね。うん、醤油と水だけやけど。美味しいね。美味しい。あ、砂糖もか。うん、すっごい美味しい。さすがカレーといったところです。うん、美味しいね。うん、うん、でも僕はメバルのが好きやね。あ、でもそれは言われたらダメよね。メバルのが煮付けはうまいよね。そら美味しいね。うん、うん、いや最高のご飯ですね。これは贅沢だね。うん、うん、うまい。うまい。うまい。うん、それじゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、皆様本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、30万の網で取ったカレー、はい、食べちゃうという。本当だね。うん、自分で食べちゃう。でもね、めちゃくちゃ美味しいし、美味しい。このロケーションで食うもそうやね。最高ですね、うん、いいね。海の上っていうのね。うん、皆さんもぜひ今が旬のマカレー、アマテガレー試してみてはいかがでしょうか。じゃ、バイバイ。